ミハイル・ゴルバチョフさんです。よろしくお願いします。あ、じゃあ僕は預かってますね。ゴルバチョフさん、これはひ孫さんに。ミーシカ、クマですね。クマですか、これ。クマです。ベアの。ありがとう。私と同じ名前だよ。同じ名前です。ミハイルというのはクマという意味になります。ひ孫は1歳になったばかりですから、まだこれからだと思いますが、今スタジオに孫娘がいます。孫娘のアナスタシアです。はい、お孫さんにはすごい優しくしすぎちゃいますか。民主的に接します。自分の考えを押し付けたりはしませんね。で、家族の中ではですね、かわいいの。アナスタシア、彼女のお姉さんはもう子供がいます。で、あのアナスタシアですけど、下の孫娘で、上の孫娘はもう子供がいて、つまり私がひいおじいさんであるゆえんですね、ひ孫がいるわけです。すごくお孫さんが綺麗なんで、僕がもしお孫さんともし愛し合ってしまったら、そこには口出しはしませんか。もう遅いです。もう遅いです。3月に彼女は結婚式を挙げるんです。あ、遅かったね。車エビです。エビです。エビ揚げたてなんで美味しいと思います。美味しい。もう来た。来た。結構お食事はたくさん召し上がられる方。続いてこの今召し上がっていただいたものを若干変化させたいと思います。今召し上がっていただいたところにですね、出汁を。で、あ、いいですね、いいですね。いいやり方だね。この食べ方もいい食べ方です。お、お味の変化があって大丈夫。あらそう。あれ、なんだあれ。当てるんですか。それは食べ物じゃないよ。ポーズつけがたい。判定はって言いますので、あの手をこうかざしてください。言わせてください。手をこうやってかざして、あいだ。わかりました。手をかざしてください。私は天ぷらが好きです。だからこっちの方が良かった気もします。でもそれでは当たり前すぎる。ある理由であちらの方にします。あちらの方がいい。向こうのチームの方がいい。Я хочу, чтобы по-настоящему решили проблему по выходу из кризиса, чтобы в этот момент не просто справиться с текущими проблемами, но, наверное, надо подумать, как заложить основы для новых моделей развития. Это очень важно. Будьте счастливы в следующем году. И пусть вам будет год для всех счастлив. До свидания. 今夜のお客様、ミハイル・ゴルバチョフさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。